はい、画業30周年の個展ですね、よくら号の、作品を紹介します。こちらは、このフクロウさんっていう作品になりますね。フクロウの、ね、作品がちょっと今回4点来てるんですけれども、そのうちのちっちゃいものですね。5センチ四角ですけれども、細密ペン画、ペン画でですね、このフクロウを描いてパステルでの粉末でちょっと着色するんですけれども、その後この余白のところをね、こう銀着色された交際箔という特殊な箔をですね、こう貼って背景をこうちょっと輝くような形にしていますね。もう箔を作品に使い始めてもう30年以上なんですけれども、箔もいろんな使い方があるとは思うんですよね。まあ、紙自体は遣都紙なんですけれども、まあ、あの箔用の、糊を使いまして貼っています。とこれね、井の頭動物園にいたフクロウになりますね。フクロウってね、なんかちょっとね、構造的にこう猫に似てたりしますよね。こんな感じです。ちょっと凛々しい感じですけれども、こちらの作品は、はい、フクロウさんという作品でした。